はい、こんにちは、キボリストです、前回は荒取りしてこう今、周り全部取れました。アウトラインが出てきた状況になっています。で、あえてここの耳の間と足の間はちょっと意外とこう木が硬いというか、作業してると分かるんですけど、ちょっと小口といって木の断面に近いところがちょっと硬いので、ここを掘ってちょっと材料が薄くなったらというか、こう肉厚が薄くなった時の方がちょっとこう取りやすいと思いますので、そうに残すことに今回はします。それで当然今度横も同じようにこのシルエットを、描いていきます。で、最初の拡大の状態はこういったあの原図を貼ってこうというかできたんですけど、当然、ね、このように形がポコポコっとポコポコになったので、この辺、きれいについて平らにしていただいたら、これは横のシルエットは原図を見ながら自身で描いていくというか、トレースするというか描いていくことになります。それでまたあの工程とか流れは一緒で、今度横のシルエットを描き終わったらまたノコギリでノコ入れをしていきます。で、今ちょっとどこ引いたらいいかな、なんとなくこの私が描いてみたんですけども、まあ、こういった箇所とかポイントですね、ビートつけてだとか首とか、まあ、本数が多いの方が荒取りしやすいというのを前回もお伝えしたと思うんですけども、なのでなるべくでも一応ポイントは最低押さえてます。こう足首とか尻尾の上とか下とか胴体の付け根、耳の付け根で、その間はもうなるだけ入れて細切りで小入れしてください。で、こちらですね、で、ここを横をの線を切っていきます。で、まあ、手に入る手前で止めるって感じの作業をこの横のバージョン、横のバージョンでもやってください。で、これ全部残りでしたらまた次は荒取りしますということになりますので、ぜひトライしてみてください。今日は簡単ですけども以上です。次回よろしくお願いします。キボリストでした。失礼します。